Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below and using those links will help support me. Now, back to the video.部屋にいてくれましたか。助かりますよ。昼間外に出られると探しに行けませんからね。ええ、
とてもいい考えが浮かんだもので、一刻も早く君に知らせたくて。君でなければダメなのです。私の考えを聞いていただけますね。雪村君。あなたは鬼の一族だと、あの千姫という女性が言っていましたね。そして、鬼という生き物は、筋力も胆力も人間よりはるかに優れている。それは、先日、豚書を襲撃した鬼たちの力を思い起こすまでもないことです。人をはるかに凌駕する力を持つ鬼。その鬼の体に流れる血は、やはり人の血よりも強い力を持っているのではないでしょうか。あるいは羅刹の狂気を完全に抑える力があるかもしれません。自らが羅刹となる前から、そして羅刹となってからも、この新選組で薬についてずっと研究をしてきたのは私です。落ち水の正体が一体何であるのかは私にも未だに分かりませんが、生き血ではないかと推測しています。おそらく人ではない何者かの。もしかすると異国にもあなた方鬼のような生き物がいるのかもしれませんね。少なくとも試してみる価値はあるはずです。あなたの存在で我々羅刹隊、いや新選組大使全員を救うことができるのかもしれないのですよ。必要はありませんよ。あなたを殺すつもりはありません。ただほんの少しその血を分けてもらえるだけでよいのです。
おい、三男さん、何してやる。これ一体どういうことだ。あんたともあろう人が豚書の中で刀を抜くなんざ、気でも触れたか。ああ、土方君、ちょうどよかった。君も手伝ってくれませんか。我々に協力してもらえるよう、何としても彼女を説得しなくては。刀を収めてくれ。私の逃走を許さず、たとえ幹部だろうと極中法度は絶対だろう。で、一体何があったんだ。雪村が何かやらかしたのか。タイのため羅刹の狂気を抑える方法を探っていたのです。そのためにこいつを切ろうとしてたってことか。殺すつもりはありませんよ。血を分けてもらおうと思っただけです。先日の戦いで我々は多くの羅刹を失いました。羅刹ではない一般の大使も同じく。今いる羅刹やこれから羅刹となるものをより有効に活用するには、何としても狂気を抑える術を見出しておかなくてはなりません。聡明な君ならば理解できると思いますが。さっきも言ったじゃねえか、新選組において死闘は厳禁だ。どんな理由があろうと、大使同士の流血沙汰なんざ許すわけにはいかねえ。雪村君は大使ではありませんが。大使じゃねえがずっとここにいるんだ。似たようなもんだろうが。相変わらず君は優しすぎますね。いいでしょう、ここは引いてあげます。ですが覚えておいてください。もしこのまま落ち水の副作用を抑える術が見つからなければ、新たに羅刹となった藤堂君も血に狂った苦しむこととなるのですよ。大丈夫だったか。礼には及ばねえ。ほら、三男さんに大気を守らせただけだ。前は俺にあんなことを言わせるような人じゃなかったんだがな。
どうした、いきなり。お前が詫びることじゃねえだろうな。何か勘違いしてねえか。あいつらは薩長の一味、つまり俺たちの敵ってことだ。敵が来たら死力を尽くして戦うのは当たり前だろうが。じゃあなんだ。あいつらの方が俺たちより強いから、お前を奴らに差し出して命乞いするべきだってのか。そんなな武士のやり方じゃねえ。少なくとも俺たちは一度決めたことをてめえの都合でコロコロ覆すような、そんな腰抜け連中を目指してるつもりはねえんだ。浴びる必要はねえって言ってんだろうが、何度も同じことを言わせるな。もしまた今日みてえなことがあったら、遠慮せずに。山崎や島田を通して伝えてくれてもいい。なんだ、まだ何かあるのか。黙っててもわからねえぞ。手伝いだと？
大使が行くよりは目立たねえな。筆と紙だ。筆と紙を持ってこいっつってんだ。お前の部屋にはそんなものもねえのか。斉藤が三浦の警護で天満屋に詰めてるのは知ってるの？あいつに渡してほしいものがある。届けてきてくれ。なあ、大使に行かせると目立っちまってしょうがねえからな。お前なら怪しまれることはまずねえだろう。任せて大丈夫だな。こいつが地図だ。これを見ながら行きゃ迷子にはならねえだ。おい、手ぶらで行ってどうするんだよ。届け物だっつっただろうが。ったく、久々の外出だからって浮かれすぎだぜ。そんな調子で大丈夫なのか。これが斉藤に渡す書状だ。浮かれて落としたりするなよ。特にね、必要なことは全部書状に書いてある。Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below, and using those links will help support me.